リリュー・ラパプは、フランス、オーベル・ニュロー・ヌ・アルプ地域圏メトロポールド・リヨンのコミューン。リヨン北東にある、郊外都市である。1972年、リリューとクレピュー・ラパプが合併して、現在のコミューンが誕生した。これらのコミューンは1967年まで、案件に属していた。リヨン都市共同体が創設された際、 アンケンとイゼールケンから加わったコミューンの一つである。もともとクレピュー・ラパプはリリューに属していたが1927年に分離して独立したコミューンとなった経緯があった。45年間別々に成長を遂げ、再び一つになったのである。ラパペとはローマ教皇を意味しない。古いリヨン方言ではポイップやポアペといった。要塞化された。 小さな丘や小山を乳首に見立てたものである。ポップやレシャンズリゲイルズ2008でラコンミューン、リルラ、パペシュールルサイトでエルインセイハット、ジェンタイル SURLESITEHABITANTS.FR カンサルトル29-09-2008ありがとうございます。